帝国となりましたので、えー、ただいまより第6回の、えー、研究推進委員会を開催いたします、えー、本日はお忙しい中お集まりいただきましてありがとうございます、えー、では最初に事務局から資料の確認をお願いしますはい、放射線防護企画課の寺に、調整課は寺谷が説明しますえー、っと、また議事次第ご覧いただきますと配布資料のところに資料1資料2参考資料1参考資料2とありまして全部で4種類の資料を今日はご用意しております 資料1としましては、パワーポイント横紙でして、よそ5枚ほどありまして、第5回研究推進会における主な議論についてという資料、資料については2枚、平成30年度重点点マについてというもの、それから参考資料1としまして、前回9月12日の研究推進会の記事録、参考資料2としまして、9月11日にお配りしました。 平成三十年度の放射線安全研究推進事業の開始に向けた進め方についてという、まあ、計四つの資料でございます、えー。資料は以上でございます。足りないところ、ええー、重複とありましたら、お申し付けください。よろしいでしょうか。 本日は2つの議題を予定しております最初に前回の主な議論について確認をいたしますでその後で来年度の重要テーマについて議論したいと思っておりますでは最初の議題ですが資料1について事務局より説明をお願いしますはいでは資料1に基づきまして第5回研究推進委員会における主な議論についてという資料について説明してまいります一番お送りくださいます まず、あの目次としまして、今回はあの前回の議論を本事業対象について、それからテーマ提案,提案テーマに関する主な議論について、とま2つに分けて整理しております。まず、3ページをご覧ください。本事業の対象についてです。で、各委員からいただいたあのコメントをもとに整理させていただいております。で、大きく4つまずありまして。 RI 法,、ね、法やロキ法に関する法律や減災法ですね、減災法といった法体系に関する規制政策に研究成果を直結するものが基本的な対象になるとだろう、これはまあ本事業の対象の基本的な対象として、まず場合からご発言いただいております。その他 じゃあそれ以外のものはどうなのかというところなんですが上記以外の規制等政策、まあ、医療法等に関する研究については RI 法との規制施策との接点を持つことについては対象にするということです。また、境界領域重なり合う領域においても RI 法関係するところであればむしろリードすべきではないかということは中村委員からご発言いただきました。 さらにその周辺の領域となります基盤的な研究についてのコメントは次のところです。規制施策に直結しないような基盤的な研究については排除はしません。ただし、長期的な観点が何らか規制につながるかどうか、他の研究中でカバーできるか、まあ、それがしないことになれば、そもそもその研究分野自体がなくなってしまうかといった観点から個別に検討すべきではないかと、検本間委員から発言いただいております。それからあのやはり東電福島第一原発事故に関するものをどうするかという議論もありました。まあ、ここでは あのまあ、これは重要ですし無関係ではないだろうとただし他の研究事業でカバーされているものは積極的な対象ではないだろうということを番員から発言いただいていますこれは前回の資料にありました環境省の事業あの研究事業の中でこれは多くカバーされているということを踏まえての発言と考えておりますでまたあのその他ですねあのじゃあ,あのここでは対象について話をしたけれども対象以外はどうするかということについてですけれども。 あの前回、2つのネットワーク事業から収した研究については放射線審議会関係省庁連絡会を通じてあの関係省庁に展開し情報共有していくものまた、重要であることはよく分かったけど本事業になじまないものは関係省庁で連携してどうにかどこかで何かやれるようにしていこうこのようなふうに整理をしたところでございます1一おめくりくださいここからは具体的な提案テーマに関する議論についてまとめたものです全部で6つ6ページにわたっております であの全体の構成としましては一つ一つのテーマにつきましてテーマまあ、大きな括りにつきまして行政側のスタンスやそれからニーズなどをまずあの整理した後に委員の先生からいただいたご発言をまとめておりますまず4ページです生物影響低線量影響研究についてですこれはまずバインから発言いただきました、ね、生物影響低線量影響に関する基礎研究は重要であるとでただ規制に直結するかという観点から積極的に扱うのは難しかろうということです でまたあの実際ネットワーク、あの神田先生からプレゼンされた資料には不溶性セシウムの話が出ていましたのでこちらについて研究があったのでこちらにまとめさせていただいておりますで。この不溶性セシウム粒子に関する研究というのは環境省の研究費でもう取り組まれていますよということただまあこれは非常にあの石川先生、篠原先生それから古田委員、馬委員からも発言いただいていますけれども あのまず現在の治験で保持された量というのは全体として多くないものの量的なものについては今後の検討が必要であるというような発言もいただきましたまた古田委員からはまあ割合がそれこそあるのであれば力を入れるべきであろうということ、まあ、場合委員からはまあそれも踏まえてまあ重要性はあるだろうけどもっとはん問題の範囲をしっかり把握した上で適切に取り組むべきであろうという発言をいただいております。またあのより 生物影響、これから体の人の影響に近いところとしましては、小児甲状腺がんの研究については、個人ごとの甲状腺、線量の評価が容易でないことや、患者の心のケアなども含めて慎重に取り組むべきものである、まあ、これも重要性はあるし、慎重に取り組むべきものであろうというところを発言いただいた、取り返しております。では5ページご覧ください、こちら、放射線安全利用、廃棄物管理、および安全作業に関する研究という括りにしました。 ここはまず西田安全規制管理官から行政側の考え方を示しています。科学的知見の創出からそれらの規制への反映、社会実装まで全体的に戦略的に取り組む研究が必要とされているとまず重要性があって、これを戦略的に取り組むべきだというご発言いただいております。まあ、ここからは合理的,なご合理性合理的でるにはどうしたらいいかという議論が多くなされたと認識しております。まあ、中村委員からは 空気中の放射性濃度や排気中の放射性濃度を設定における飛散率というのは過去の検討においてた,たくさんある取り扱いの条件で一番安全となる、まあ、分100分の1というのは採用されたものですとでこれは実際極めて保守的であり、まあ、合理的ではないところがあるだろうという発言をいただすで篠原先生からはです、ね、あのこのあと具体的にどうやってやるかという話に近づいてきていまして飛散率の研究対医療の場合は対象各種限定できるので制度設計しやすかろうということ。 まあ一方、理学研究ではさまざまな各種が対象となるので一律に規制するのは困難であり生徒席が複雑になるというご発言いただいておりますで。中村委員からは過去の審議会で獣医学、獣医、核医学検査後の体質基準については利用できるデータが限られていたので各種と動物種を限定して審議しました。 現在までのデータの蓄積が進んでおり、他の各種や動物種についても検討すべきである、まあ、このような、まあ、これも放射線審議会でも起こうような議論がありましたけれども、こういうことをより研究を進めるべきだろうという発言もいただいております。まあ、最後に、番位からまとめていただきまして、非産率に関する測定データがどれだけ揃っているのか、必要な測定データは何か、データの規制の落とし込みなど、まず問題の所在を明らかにするところから着手するのが良いのではという発言をいただいております。では、お見くりください。6ページです。 こちらら原子力放射線事故対応としててくくさせていただきました。まずこちらも原子力規制庁の防護企画課長であります佐藤企画課長から発言しまして行政の観点からは事故時の実践的な避難待機事件さんこれはスクリーニングの一部となりますけどスクリーニングといわれるものの一部になりますがの現場における運用に直結するものは必要である。 例えば自動車や愛玩動物は除染できない場合の対応につながる研究が挙げられるということです。これは毎年行っております原子力総合防災訓練などでも課題になるところですから我々が日頃の行政を運用やっている上での得られたあの行政ニーズを示したところでございます。でさらに、万一かスタンスを示しておりまして原子力規制庁においては原子力災害対策指に基づく事故当面の対応において未整備な部分を明確化しさらに充実しているところですと。 指針に基づく実践的な自己対応を最適化するためのテーマは積極的な対象になりうるという発言をいたしたところですでさらにあのここまでは原子力災害の話をしましたがでは原子力災害以外のものどうなるかというところを議論がありましたで原子力規制庁自体はまあ原子力災害対策指針という原子力災害に関するものを所管していますけれども、まあ、それ以外にもどうするかということですね、まあ、ここで RN テロといった原子力災害でないものの対象にはなりうるだろうと。 例えば RN テロが発生すると原子力規制庁は多人数の方々の放射線汚染の測定に携わることになりますこの時どれだけの人数を処理できるのかどのような方法で行うかという点は研究テーマになりえるということです、まあ、ここには書いておりませんが放射線医学総合研究所なんかもです、ね、あらゆる RN テロであっても対応が必要になりますから彼らがちゃんと作業できるようなことを整えておくべきだろうというようなことも発言したところです でさらにどうしてもこの辺りのところはじゃああのそもそも全体像が見えていないところもありますので私の方から発言させていただきまして緊急性が明らかでないものについてはネットワーク事業を活用して専門家において整理していただいて着手すべきことを明確化したらいいかがであろうという発言をしたところでございますででは次のペペーージジご覧ください7ページです。 こちらは放射線線測定ととと量評価ということになりますで。こちらについてはまたあの行政の方からご発言させていただきましてまず本蔓員佐藤課長から発言しましたこれはスピーディーを意識している発言ですけれども原子力規制委員会は原子力災害時の防護対策の意思決定にはモニタリングを持ち拡散計算は用いないというふうにしているとただ他方拡散計算は事前準備のためのツールとしては有効であろうということですからあの、まあ、これを このような整理はしっかり踏まえていただきたいということをご発言したところですまたあの監視情報課長であります竹山課長それから場合員からの発言としましては原子力規制委員会では環境モニタリングおよび個人線量測定の品質保証の検討を進めておりますとでモニタリングの現地構成や個人線量の測定サービスに関する適合性認定制度と枠組みづくりについてはすでに取り組んでいる、まあ、現在動いている検討会や家内への取り組みをご紹介いただいたところですので、まあ、このあたりを踏まえて 研究要素があるのであればということだと思います。また、あのさらに竹山監視情報課長からご発言いただきまして、将来的には内部被ばの線量測定をし、訴訟は原子力規制委員会の検討対象となり得ますと、iso をはじめとする。どのような企画が適格なのか、調査を進めることが大事であります。ということで、これも行政ニーズを示したところです。一方、あの現在あの話題になりつつあります IC。icru icrp の報告書についてのあの。 研究もありました実用量概念の変更に関する ICRUICRP 報告ドラフトが、まあ、そのまま喚起された場合線量測定メーカーが影響を受けると考えられるとただすでに報告書ドラフトが公表されているのの研究テーマとしては取り組みにくいという発言を中村インパに書いてあります、まあ、こちらの発言はこの基礎的なここにこのドラフト報告書に関わるようなことのまあ 基礎的な研究、開発的な研究ということは、もはやあまりもうそういう研究する要素はないであろうという発言かと思います。まあ、他方、こういうものが世の中にどのような影響を及ぼすかといった調査については、またこれも1つあるのかと思います。では次のページをお見くりください。環境放射線と放射性廃棄物という括りでございます。これは西田安全規制管理官からご発言いただきまして、このようにまとめております。RIFO による廃棄物が六基法の埋設処分場に埋められるように検討は進んでいる。 将来合わせて規制の合理化が見込まれる医療法等に関係する単半減子核種の廃棄物のクリアランスは RI 生産にとっても重要な意味があるということです。これは先日の放射線審議会において厚生労働省から現在の取り組みをご紹介していただきましたがこの時にも同様の発あの似たような発言がありましてあの法律 法体系どうしをどう整合性を取っていくか連携していくかということもあるしそもそもクリアランスをどうすればいいかという検討も必要であろうということは厚生労働省も認識しているところでございます続きましてあの佐藤防護企画課長それから補佐年防企画課長それからあのどうかの他から発言がありまして、まあ、処分施設周辺住環境の安全確保というのは、まあ、環境省が自ら諸書としてさまざまな対応進められており データの蓄積や実証実験法令ガイドラインと科学的なところから政策につなげるところに包括的なところについて整理がされておって考え方の明確化が流されていますよということですからこの環境放射線や放射線発揮物の研究についてはこの辺をよく見た上でやっていく必要があるだろうという発言がありました。 それからクリアランスについて本間委員、高橋委員から発言がありまして、クリアランス、特に表面クリアランスや条件付きクリアランスについては、IAEA の安全基準のドラフトを作成する段階ですと、将来的に日本の規制に取り入れるか、どのように取り入れるかという観点から調査を進めていくことしてが重要ですと、一方、研究を行う場合は、どのような点が深掘りするか、明確にする必要があるという発言です。こちらは国際的な状況をよく踏まえた上でやりましょうということですね。では、次のページをご覧ください。最後のページになります。 放射線教育、リスクコミュニケーション、人材育成、緊急事態はその他について大きくまとめております。でこの辺り放射線教育やリスクコミュニケーションについてというのはこれも継続的に取り組むべきあるある種類である基盤研究であるというものです。まあ、重要ですが一定程度あるだろうと。ただ、他方は基盤研究として私たちの,この研究事業をどこまで広げるか安全規制に役立つものなのか。 本事業で採択しないと分野ごとなくなってしまう、これは最初にも申し上げたことですが、このあたりの視点において取り扱うべきであろうということを本マ員ン、員からの発言をいただいたと、このようにまとめているところでございます。あの以上、資料をとしまして、前回いただいた議論を、皆様方があのご発言を整理するという形式において、まとめさせていただいたものでございます。えー、以上ですはいいありがとうございました えまあ本来ならばこういう議論はですねこの事業をスタートする前にというかスタート段階でしっかりやっておくべきだったんですけれども事業自体が今年度の途中からということがありましたのでえまずは実際に研究テーマをあの選定して予算配分するというところをまあ優先した関係でえまあこの間前回の会合で改めて議論をしたという経緯がございます。 でその意味でこの内容はですね今後この事業を実施していく展開していく上でのベースになると思いますのでちょっと今時間をかけて丁寧に説明をしていただきました。であの資料そのものは委員の先生には事前に目を通していただいてますけれども改めてご意見等をいただきたいと思います。まずそののページの まあ本事業の対象ですね、まあ、要はスコープとして、こういう範囲のものを考えていきたいということなんですけれども、この点についていかがでしょうか、どなたからでもご意見をいただければと思いますが、中村先生、どうぞ。あの前回も、えー、と発言した点なんですけど、あのー まあ、諸外国と比較するとっていうことはまあちょっとあれかもしれませんけど RI に関する法律がいろいろなものが、まあ、簡単に言うと障害防止法と医療法あるいは輸送する時にはとかってこう入り乱れておりますんでまさにここに書いてありますのはまていますかと言いますかどちらにも勧誘するとか下手するとどちらも あの関与してるのがあるんじゃないかとかそういった点をです、ね、特にあの今回、あのまあ機会ですから中心的に研究が進められるといいなとでもそれを具体的に出てきたときにはそこのつなぎをどうしていくかというのは重要なことかなというふうに感じております、はいあのまあ、確かにいろんなこう規制体系の。 狭間に落ちてしまうようよな問題ですねそれでお互いが譲り合ってしまっているようなものを積極的に多分拾っていくべきであろうという趣旨とですねあとやはりこう新しい技術が出てきてそれが既存の枠組みの中に入りきらない場合にも同じようなことが起きるかと思いますのでそういったものもしっかり拾っていく必要はあると思います。他にいいかかがでしょうか、はい、どうはどぞ えっと今はあの最初にバ委員の方からまあこういう議論はですねあのまあ昨年度始める前にやっておくべき話でまあ昨年まあ重点テーマを決めてスタートしたというまあそういう経緯があるのでというお話ありましたけれどもあのまあ私、規制庁側のまあまあ専門家の一人としての委員と。 いうことで参加させていただいているというふうに理解しているんですがあのこの公募、えっと、というか委託費を使った事業にあの応募する側の研究者の視点からあのここの今の対象というのは非常に重要だと思うんですけれどもその今日の議論、えっと、多分、えっと、予定前回あのお話しされたまあ予定から言って 次の,あの資料で来年度の重点テーマをどうするかっていうのはまあそれはそれでいいと思うんですがえっとそういう意味でこの資料の後半の提案テーマの議論をまあ収束させて来年度の重点テーマと。でここの対象に関してはですねいくつかあのこの議論のまとめ方はあくまでもご意見をこう羅列したわけでジャッジが入ってるわけでは ないですからあのそのジャッジをどういうふうにあのまとめるのだということを、まあ、応募する側の人はですねあの当然気になるわけで、えーまあ、それを今議論しているわけですけれどもこの「狭間とか「オーバーラップ」とかっていう領域の問題ともう一つ前回私が最後に発言した、まあ、基盤的なものと。 つまり排除しないけれどもちゃんと取りますっていうのはあの、まあ、考えに入れますというのは基本的にはあのこう考えてよろしいんでしょうかその、えー、来年度の重点テーマとこの事業の目的を書いた文書が、まあ、規制委員会から出されると、まあ、それを読んだあ研究者が応募す,するんだけれども えー、実際にはその採択のプロセスがあるわけでその中でまあ基本的にはその狭間の領,あの領域のもんなんだけれどもすくい上げますよとかですね、えー、と基盤的なもんであるんだけれども、えー、それはあの対象としては、えー、と継続すべきだから取り上げますよというまあジャッジは多分その採択のところなんですが。 えと応募される説明資料の中にある程度ですね、そういう輪郭がきちっと、えー、と示されるというふうに考えてよろしいんでしょうか。えとここは事務局いかがでしょうか。はい、あのそのように考えております。あの先生もおっしゃってあせあのまさに結局今議論していることっていうような重点テーマを選ぶことにもつながるし、ただ重点テーマというのはあくまでも もう今年も実績がありますけどもあの要は集中選択して集中するところを示しているところであってじゃあそれ以外のものを拾っていないわけではないです。ですからあの去年も実は狭間に落ち,落ちそうなものっていくつか拾ったりもしていますのであのその重点テーマを決める今の議論では重点テーマとその実際採択するプロセス両方に関係をしてくるのは間違いなくてそのためには当然公募要項にも一定程度この考え方はしっかり変えていくことになります。であとはその この考え方を示した上でおっしゃる通りで,採択,の中で採択する過程の中でそのは間まにあるものや基盤になるものを拾って、まあ、また今回重点テーマ案というのはこの後また議論していただくことになりますがあの去年度もやりましたし昨年度も引き続き安全規制のところというのは入ってきますで安全規制の合理的なところって、ね、これはある種は間まに入っている要域も多々あると思っていますので、まあ、そういう意味での あの打ち返しも話をまとめるととにかく重点テーマにもつながるし採択するプロセスにもつながるしその採択するプロセスの中であの特に基盤的なところをどうするかっていうのはまあ見ていくことになるであろうとでこれはあ,あともう一個この3ページの白の一番下にありますようにまあそもそも本当にもう基盤中の基盤のものというのはあのそれこそあの進行費ですね文科省も進行費の中でやるべきでしょうからまあそういうものについてはあの。う この関係省庁の連絡会でしっかり言った上で文部科学省の方に言った上でさらにあの彼らの持つ科学技術計画とかそっち側の方にしっかり織り込んでいってもらうというのも重要になるかもしれないとと思いいいます、まあ、そのいくつかの出口があると認識しています。 まああの今日の資料の中にです、ね、その次年度のまあ募集要項といいますか応募要領というものは含まれていないんですけれども前回と今日の議論で方向性をまあ決めてでそれをベースに事務局が作っていくということになると思います。で 大事なことはやはりそのこちらが求めているものとまあ応募されるその研究者側が提供できるものがきっちり合うことだと思いますのでえせっかくこう応募してくださったんだけれどもそこの意思疎通がうまくいってないがためにですねえ内容としてはいいんだけれども結局取ることができないというようなことが起き,まあ起きないようにしたいということが前提であってただあまりにもその そこのところをクリアにしようと思って限定してしまうとですね、えー、我々が想定していないようなあ思いがけないテーマをですね、えー、あらかじめ排除してしまう可能性もありますので、まあその辺を考えつつこんな形で今議論しているということになるかと思います。他ご意見ございますか。よろしいですか。 えー、まあそうしましたらこの三ページのですねまあこの本事業の対象といいますかあ狙うところとしては、えー、こういう方向性で考えていた行きたいんですけれども、えー、次の四ページ目以降ですね、えー、前回具体的なそのテーマを二、えー、つのまあネットワーク事業の方からあの提案していただきましたでそれをベースにですねこういった分野はどうなのかニーズが高いのかあるいはこれは 我々の授業では拾いにくいのかということをかなり細かく見ていったんですけれどもこれについて改めてご意見をいただけますかあるいはこれはこういう趣旨ではないということがあればそういうご指摘もいただければと思います。いいかかがでしょうかはいどうはどぞ 5ページのところの具体的な管理の方法の点なんですがここで内容はこれで結構です特に修正する必要はないんですけれども空気中濃度あるいは排水の問題というのはこれは1つのティピカルなものでございまして要はちょっと申し上げたいニュアンスなんですけども実際の規制の中には実際に使っているときの まあ測定とかですねいろんな管理があるんですけどそのほかに事前に届け出をしてそれによってまあ使用する量を決めていくというこの規制の2つでございましてその時のまあ方法なんですがそれ全体で見直す見直すっていうかあの新しい知見があれば取り入れるべきかなということでその大きな1つのものとしてまあ象徴的なのが排水廃棄とこういうニュアンスだというふうに受け取っていただければいいよろしいかなと考えております。 はい、ありががとううございいます他いかかでしょうか、まあ、この,あの5ページのですねやはりその具体的な放射線安全管理に関する問題っていうのは潜在的にいろんなことはあると思うんですけれども。で 常にこの利用者側あるいは管理者側からですね今の規制は厳しすぎるとかあるいはもっと合理的なということを言われるんですけれどもじゃあ具体的にどうすればいいのかというところになるとですねえそこでえどうもうまくいかないということが今まで多かったかと思います。だかかからやっぱりりそそれががなななぜなのののととというところは改めて振り返るる必要があるのかなとでその上で えー、まあ解決できることがあるならば、ああそれに向かってやっていくという視点がまあ必要なんだと思います。いかがですか。えっ、ー、と西田さん何かありますか。 はい、あの今のご指摘の点につきましてはです、ね、まさに、あのー、重要だと思っておりまして、まさにその科学的知見を蓄積する部分と、あとそれを実際の,その施設なり、あの事業所内においてです、ね、どう,こう担保、あるいはその実行していくかという部分もあろうかと思いますので、まあ、そういったところも我々としてはよく、えーえー、考えながらです、ね、まあ、必要な検討をしていきたいとは考えております。 あのまさにそうでございましてあの今回の、まあ、大きなテーマとしてやっぱりあの安全を守るのは使用者自らであるとか責任であるとか,だからこれ以下ならばいいだろうというそういうんじゃなくて安全を守るそういったカルチャーの情勢とかいうことが前提になってくると大きく変わってくると思いますんで、まあ、そこら辺の基礎研究というものを始めるべきかなとそういうことでございます。 そのえっと、安全の一義的責任は利用者側にあるのだと、まあ、それが基本なんですけれどもその点について何かかできることがありますかあのおそらくです、ね、消防法障害防止法のできる前から、まあ、いわゆる法体系に対してどうしていこうかということのまず安全という形に対して事業者 特にです、ねまああのえー、規制検討の方で出てきましたのは、まあ、トップですねそこら辺からやっぱり守ろうと全体的に学会とかそういうのは中心になってこうすれば守れおそらくです、ね、もうここまで来てです、ね、もう安全なんかどうだっていいんだと基準さえ守っていればいいんだという考えはもうほとんど薄らいできていると私は認識しておりますのでまさにそれが、まあ、あの特に初回防止法できてから。 30年40年ですかだんだんとそういうふうな方向を転換していける時じゃないかなというふうに感じておりますまあその法令にもですね結局そのトップの責任というものがもうこの,あの RI 法でも明記されることになりましたので、えー、まあもしその実効性を高めるためのですね、えー、何か研究的な取り組みということが成立するのであればあそういったことも当然まあ対象にはなり得るかとは思います。 他にございいますかはい、どうぞのところで少しだけ補足しますとおそらくあのどうしてもあの規制行政手法にはいろいろあると思うんですけど規制的手法をしているというのは多分限界があって規制的手法だけで言えば。 規制を最低にクリアすすすればいいっていとうことになってきますよねですからおそらくそこにプラスあの評価とかそれからインセンティブ付けとかそれからあの見える可視化とか管理競争とかいろいろそういう多分あのいわゆる一般の地上原理は効かないと他方規制規制でやるんだけどもそこをどうやってあの成長させるかっていうのは多分あの他の業種にもいろいろそういうテクニックはあるのできっとそういうのをうまく。 あの調査しながらですね、やっていくといいんじゃないかなと思うんですね。どうしてもあのトップのことも大事ですし、私ももともとお大化にいたので。検討加わってましたけども、あの精神論だけでやはりどうしても動かないところあると思うので、その辺を工夫していくときっといいんじゃないかなというふうに考えてますけど。あのまあ。 事故の大変さというのはやはり事業者自らがですねきちっと理解しなきゃいけないと思うんですけどもあの事のの水平展開といいうのは非常によくされていると思いますただその事故を起こした当事者がどれだけ大変であったかというそういった観点からの水平展開が私は必要じゃないかなと思います。と言いますのはやはりあのユーザーはですねどうしてもその、えーまあ、手を抜くといったことはあの。 そういうことは意識はしてないんですけどもやはり合理的な方向へ方向へとやっぱ進む傾向がありますから近道を従うんですよねそうしたときにじゃあそこで何か失敗をしたらですねあとそれ以上のですね作業が待ってるんだというようなですね一旦事故を起こしたらその対応のためにどれだけ時間が取られてどれだけ大変かといったようなやはりそういうことをしっかりと自覚すればですねあの気軽にその変なことはできないんですよね。 だからやはりその近道するとこれだけ損だよというようなです、ね、あの事故を起こした側のどれだけ大変であったかというようなそういったまあ水平展開で言いますかそういった情報がです、ね、あると見惜しみてです、ね、そういうのが分かればあの事故は減ると思います以上です。 まああの今の議論の中で出てきたことっていうのがまあどうしてもこういうふうにあの個別テーマに近い議論をするとですね技術的な事柄が上がってくるんですけれどもそれだけではなくてですね本当に仕組みですとかまあマネジメントですとかそういう形でまあ安全に資するものであればそれも幅広く対象にはなり得るということかと思います。 他いかかいがでしょうかあの特定のテーマに関わることでも結構ですけれどもこれが抜けているとかですねあるいはこの考えはおかしいんじゃないかというのはありませんかはいどうぞあの6ページの内容でもよろしいですかねあの RL テノについてなんですけども この辺の,その仕切り他の省庁との仕切りがやはりあのよくわからないようなところがあると思います。規制庁は測定制、えー、が携わることになるというふうに書かれておるんですけどもなんかそれだけじゃないような気がしてですねあのまず RN テロかどうかという判断がですね これ非常に難しいところでしてじゃあその、まあ、警察なりそういうところですぐ判断がつくかとかですねそのためにはその規制庁としてどういったあのことが提案できるかとかですねこの辺はかなりその奥が深いと思いますのでやはりあのた、まあ、他人任せという言い方おかしいんですけれどもやはりあの出番は多いかなというふうに感じました。それからあの クリアランスのところ、まあ、8ペーシーですかねあとまあ排気排水もまあ一種のクリアランスなんですけどもそういったところであの環境中のです、ね、そういった放射性物質の挙動でもし万が一その濃縮過程とかですねなんかそういったところ、えー、濃縮のようなその作用が働いた時にどうするかとかです、ね、そういった情報がどこまであるかとかですねそういったところっていうのは まあ各種いっぱいありますから、かなりこの辺とのは、もテーマとしてはですねいっぱいあるような気がします、以上です。えっと今の,そのクリアランスだから、環境中の濃縮があるんだったら、そう単純ではないではないかということなんですけれども、そのあたり、いかがでしょうか、高橋先生、あるいは石川先生。 クリアランスにかかわらず廃棄物につきましてはおそらくそういう観点も表うこともありますそうしますとその際に、えー、もしそういう研究をしたらばそれがやはりどのようにその規制に反映されるかという,ような部分の観点が必要かと思います確かにあの基礎研究としては多分そういうこともいろいろなされているかと思うんですが、えー、そういう部分を例えば集めてこういう辺を反映していくというのが1つになるかと思いますしそこの部分からということもなろうかと思いますのでその辺りもその あのそこの問題意識をどのようにここにつなげていくかという部分があのもし、ここにそれで上がってくるとやっぱ重要でないかなというふうに考えます石川先生は特にありませんか今のところとは違う観点なんですけれども議論の丸三のところの上に書いてあるところですねあのスクリーニングの運用に直結するものが必要。 のこの辺りはあの確かにそうかなというふうに思っておりまして、えー、今、まあ、原子力災害対策指針で OIL の設定値が、えー、と確か今ベータ線で4万 CPM と1か月後に1万 3000CPM とあると思うんですけれどもこれはあの確か、えー、と各種の蘇生によって設定値が変わりうるというようなことも確かあの指針に書いてあったかと思います。まあ、そういいっったことをあの各種の蘇生によって、まあ、どれぐらい OIL を変えるべきなのかとかそういった研究も必要なのではないかというふうに考えております。あと先ほどちょっとあのご発言になったその RN テロのところで、まあ、そもそもテロかどうかわからないとかですね、まあ、原子力規制庁の役割が何なのかというのがありますけれどもでこれはどうしてもあのセキュリティも関わることですのでまあ 難しい面はありますけど、佐藤課長、その辺何かありますか、はいあのまあ、の役所の立場で申し上げると、政府内でもこういった NBC テロに対するそ,のそれぞれの省庁の役割っていうのはま、まだ、 あの十分にこう線引きされているところではありませんし、まあ、あのそういう意味においてはです、ね、私どもの原子力規制委員会、規制庁もです、ね、こうした関係省庁の一つとして現在、連携調整を行っているところはございますただ、他方で,です、ね、あのこうした RN テロに対して原子力規制,庁規制委員会で,です、ね、持っているそのツールですね ここではそのモニタリングってありましたけれども、まあ、それ以外にも医療体制っていうのもございますそうしたものをですねどう合理的にもし活用するとするならばやっていくのかというところはこれはあのこういった訴訟に関係なくですね少しやっぱりその、まあ、調査研究というのは 必要ではないかというところがございますので、その部分での、まあ、このおテーマというのも十分ありうるというふうふに認識しているところでありますす、はい、よろしいですかあどうぞあの、まあ、テロって限定しないで、今、課長が言われたようにです、ねあの、セキュリティっていう、まあ、僕は言葉のほうがいいと思うんですけれどもあの、国際的には今、 その緊急事態の,その準備と対応っていうのはです、ね、あの例えば IAEA の文書を取っても,です、ね、もうそのいわゆる施設ディペンデントなあるいはラジオロジカルっていうような部分での発災とセキュリティによって何か緊急事態が発生しするっていう、まあ、違いはあってもです、ね、その対応については あのやっぱり EPR の,そのイマージャンシー・プリペアネス・レスポンスのことですが、まあ、そういう例えば i a a の基準であれば GSR のパート7というのが今安全要件としてありますが発災の事象がどういう理由であろうとも対応する側というのは、まあ、共通の,そのやはりストラテジーあるいはそ,のそういうスキームの中でやるというのが、まあ、国際的な考え方ですから。 まあ、そのためにセキュリティ事象に対して、えっと、その今言ったどなたかおっしゃったアルエンテロかどうかってことも分からないというところから始まって今課長が言われたようなツールとしてですねそういうものを整備しておくってことは僕はまあこういう研究の中では非常に必要なことだというふうに認識しております。 はい、あのままととめてていいいただいてありがとうございます、えー、結局、ここで、えーまあ、やろうとしているというか考えているのは、まあ、その EPR のことなんですけれどもまず基本はあ現在の原子力災害対策指針、えー、その枠組みの中できちんと整備をしていくということがあって。 それはもうあくまで原子力災害ですけれどもただそれ以外のまあこうテロ等も含めたものにも当然それはまあ使えるであろうということで,でその場合にじゃあどういう展開の仕方かがどういう利用の仕方があるのかというところも当然対象になるでしょうとまあそういう意味合いかと思います。他ございいませんでししょううかはいどどぞ先先ほ石石川川生があの石川がおっしゃられた あのスクリーニングの運用に直結するところであの我々もあのこの点についてですね、まあ、あの現在の,その基準が、まあ、やや何て言うんですかプレーンというか一、まあ、つこうこう一義的にこう書いてあるとしかなくて。 他方でその実務においてですねこのスクリーニングのところがその避難においてネックになるんじゃないかっていうのは一つその実務的な観点でですね懸念しているところでありましてそういう意味でここのスクリーニングポイントでのですねその判断っていうのはあ,のある意味幅を持たせるとこの幅は決してその何ていうか任意のというんじゃなくて科学的に見てですね 幅を持たせることができないかっていう意味での研究というのはあり得るというふうに認識しているわけであります。まあ、いわゆるそのスクリーニングをしないがゆえに避難が滞ってしまうっていうのはまさに本末転倒にまあ、ちょっと言い過ぎかもしれませんけれどもに近いものもありますのでですね。そこの部分についてはよくよくその科学的技術的側面からいろいろな可能性を 検証していくということが大事とそういう認識でございます。はい。はい、よろしいでしょうか。えっ、ー、とそれではこのあの資料一に関してはですね、えー、一応こういう形で、えー、まあほぼコンセンサスが得られたということででそれを踏まえて、えー、議題の二番目。 平成三十年度の重点テーマ案の設定についてに移りたいと思います。資料二の説明をお願いします。はい、では資料二に基づきまして説明してまいります。平成三十年度重点テーマ案について格好案というのをご覧ください。一枚目く,ください。二ページにわたって説明してまいります。まず二ページですが、テーマ格好一としましては、まあ、前回までの議論の中でこれまでの議論とそれから前回までの議論を踏まえましてあの。 大きく2つに整理できると思って整理しておりましてその1つ目ですけれども科学的根拠に基づく合理的な安全管理の実現に向けた調査研究というものですでこれはもう少し説明書き下しますとデータが不十分な中にあって相当保守的に設定された基準に関し現在の知見を整理あるいは新たな知見を創出することにより合理的な安全管理に資する基準を設定するための調査研究としております。 で例としまして2つ例示させていただきました、短寿命各種の合理的管理、過去非密封放射性同位元素の飛散率、および RI 投与動物の対立基準を含むのための研究、それから放射性廃棄物の合理的管理、過去クリアランス制度を含むのための研究等としております。次のページをご覧ください、括弧2です。 原子力災害等における公衆防護の実践力向上のための調査研究としております。これも書き下しますと、原子力災害等において、特に多数の被災者に対応しなければならない状況で、原子力災害対策指針等に基づく防護措置の実際的な運用に必要な課題解決型の調査研究とさせております。課題例としましては、事故初期の被爆評価のための実践的手法に関する研究、避難待機時検査、 の実践的な運用のための研究、原子力災害における被ばく、汚染傷病者の医療に関する研究、これは RN テロ等への活用を含むとしております。まあ、こちらも、これまで議論ありましたように、あのまあ、あのまさにあのオールハザードを考えまして、あの事態の沈静化とともに、救助から症病者の医療という話と、まあ、避難も含めた防護ということがありますので、まあ、そちらのことを意識して、このようにまとめておりまして、さらに RN テロへの活用も含むとさせていただいたところです。 あの、これまでの議論を含めまして、あの大きなものとして我々はやるべきもの、さらにあの具体的に研究の重要性があり、そうなものとして、この2つに整理をさせていただいたものでございます。事務局からは以上です。はい、ありがとうございます。えー、まあ、この資料1。前回あの議論した内容にをベースにですね、えー、重点、テーマ案を事務局の方で作ってもらったんですけれども。まあその。 まあ提案テーマといいますかこういう分野の研究が重要ではないかというものに対してこちら側のニーズが確かにあるというものを拾うと主にこの2つかなとでそれ以外のことがどうでもいいということではなくて当然重点テーマ以外でもその他の自由テーマといいますかそういう形での募集はいたしますのでそれはそこに含まれるであろうと。ですから ああ重点テーマとしてまあ明示的に設けるのはこの2つでえいかがなものでしょうかという提案なんですけれどもこれについいてご意見をいただけますかあの,このテーマはこれで私はもあの結構だと思うんですけどあの前今年の時はこの課題例ではなくてなんかテーマとしてこう書いておられましたんですが今回例となっているので。 他にもいろいろあるけどこれは単なる例であるというふうに読めないんでしょうかと思ったんですがむしろこ,ういうこの中でまあこういうのはテーマあの取ります採択たくしますよというという形で書いといてそ,のそれにその,その他とかいうぐらいの方がいいかなというふうに思ったんですが。えっと一つには言葉の使い方の問題があるのかなと思ってテーマっていうのと 課題っていうのとその辺が少し整理が必要かなという問題とあと実際の,その応募要領みたいなのを作る時にですねどんなような書き方になるかそこをちょっと説明してもらえますかはいあの実は今回このように今のところ案としている背景としましては昨年度はあの時間もなかったこともあるし逆にあの危機に危機に。あの あの行政ニーズの中でもより,とより明確なものがあったのでより細かいものをしっかり示してそれをテーマという名付けたところだったんですで実はまさに今、バインからあったようにテーマというと普通、も少し大きな流度が大きいものを指すであろうという指摘もあります我々も言われてみるとそうだなと思っていましてまずテーマとして少し流度を高めたところもあります。そそれからあのここにに書いてああるものもものののの実はは課題の中でですね昨年ほどまでにはあの 行政ニーズがよりこうスペシフィックになりきっていないものも多少あるので幅を持たせるという意味で今回テーマとして大きくえなんだかなんだか研究と示してさらにそれを書き下した上で例と示したというのが今回のやり方でそれを含めてあのまさにちょっと言葉の調整をさらにした上で応募要領に応募要項とかにこれを書いていくことになるというふうに認識しておりますすれ違いの回答気になっていると思うんですが今後そういうふうに進めるということに考えております。 そうすると、例えば昨年度やったのはあのここに書いてないものも採択はするけどここに書いてあるものは優先的に採択しますよという書き方をしていたのですが、まあ、そこに、まあ、ここの例にあるようなものを、まあ、優先的に採択しますよみたいなことを書く。 まあ当あ然こちらもまさにあのそういう書き方も含めてあのこの例でいいかってもここでちょっと合意頂い,いた上でそれでよろしければそういう書き方をしていくということになりますかねちょっとすいませんちょっとこ出てませんけどえっと私のイメージとしては結局そのこの「テーマ案」っていうまあ最初のタイトルがあってですねえその後おまあ産業程度の説明があるんですけれども仮にここでストップしてしまうと。 何をいたし意図しているのかが十分に伝わらないのかなというのがあっておそらくその募集要項の中ではさらに説明文がつくんだと思いますけれどもそれを説明文をつけた上で例えばこんなものが考えられますという形での例なのかなとですからあのこの例のものしか受け付けませんとかあるいはこの例がプライオリティが高いですとか 必ずしもそういういいいこととではななんじゃないかとだから例として上がっていなくても実際にこの研究課題としてですね提案があった場合にああこれは確かに必要だねああこれはいい計画だねっていうことになればあその優先順位は当然高くなるだろうと思うんですけどそういう理解でいいんですかね。 いかようにもできると思いますみません私がああのパッと優先順位って言いましたがあのそのううような書き方で全然いいかと思いますし実際中村先生どうですかあの研究者側の立場で先生が多分危惧されているのはあの要は。 多分何も書いてないとそれはそれで困りますし逆に応募されても全然違うの来ても無駄な努力をかけさせてしまうのも申し訳ない反面、あまりにこれは限定的に捉えられてはいけないということですよねですからじゃあそこは限定的ではないんですよということをしっかり説明するとなれば今、バインがおっしゃったようなことも両立できるということでよろしいですかね。 あの昨年度はですねあの確かにあの水晶体のものとか、うん、あるいは内部被曝線量の高度とか結構まあ,あの規制庁側のニーズというかですね、まあ、限定的にこう絞ってたんですが今回あの、うん、1> 第1回目で、えっと、ネットワーク事業から提案されたテーマあるいは今日の議論を見ていてですね、まあ 規制庁としてこういうのは取り組んでほしいなという思いはあると思うんですけれどもあのそんなにあの絞る必要は私はないと思うんですけれども特に今バン言われたようにあのこの書き方としては僕はやっぱりテーマの名前の次の産業であるところですね、まあ、そこを事務局としてはですねきっちり書いてもらってむしろ応募者にですね幅広くそういうテーマで提案をしてもらうと。 いいいいいいううう方方向の方がまあいいんじゃないかというふうにあの理解していますけれどもえっとこれはあの他の委員の方にもちょっとご意見を伺いたいんですが、まあ、多分、書き方の問題があってこういうふうに研究課題例としてしまうと何か非常に特定されるイメージがあるのであればこの課題例に相当するものもです、ね、説明文の中に入れてしまうというようなやり方もあると思うんですよね。 つまりこの今産業の説明で書いているところをもうちょっと文章として膨らませるのであればその中にこういう例も盛り込んでしまって要はこんなものを求めていますよというようなやり方もあるかと思うんですがどうでしょうあ中村先生 えと今の点なんですけれどもあの実はあの事前に読んでてですねあのこれ例だったのであのこれでいいんだと思っておりましたでここにはあの、まあ、言ってみると安全管理全般的にいろんなことがあって今までのデータが不十分な部分についてより高度な成果が出れば、まあ、け考えていきたいとこういうことだと思うんですけどその中で例としてですね単純病を隠しろっていうのが限定されちゃってるんですよ。 これがもちろん例ではなかったらちょうど昨年度も「単寿命 α」って言葉がありましたのであの応募するかは読んだ人はですねあ,あまた単寿命かとでその中にここに「クリアランス」って言葉が出てくるんで非常に逆に言うと誤解を招くのでそこはあの例だからいいと思ったんですがで括弧がありますよね「含む」ってところじゃなくてまたいっぱいあるかと思うんでそこら辺が分かりやすくするようにいいでそのための例という案 だったと思うんでそれはそうだそれでいいと思っておりますがはい えっとはい、あのこちらにある部分は私も例でいいと思うんですが逆にあの今年どうしてもやらなければやっぱりもう手をつけるべき課題ともうものあればこれと別にです、ね、あの出した方がいいんではないか先ほどの議論ですと例えばスクリーニングに関する部分というのは、まあ、あの今日の議論あの前回の議論等でもかなりニーズがあの規制庁さんとしてのニーズがあるのかなとそうしますとこういう例というよりはもうそういうものはそういうもので。 出してほしいというのがあのわかるような形で交互にされるのがいいんじゃないかなというふうに思いました。岡いかがですか。あの去年ですね。あの,あの中村さんと言われたようにあの去年アルファと限定されていたので、特にその前にあの例えば核核医学分野のからは要するに短寿命のベータも含めて、しかもその動物も。 あのいる猫だけじゃなくて限定してしてるのをもっとやあの広げてほしいとこれし前に私言いましたように審議会の時に分からないから限定しちゃってるわけでそれを広げたいということであのこれで去年はその対応であのアルファのみだからだということで排除やめちゃってるんですねだからそういう意味で今年はぜひ採択してあげた方がいいのではないかなと私は思ったもんですから。 それでまあ例でもいいんですけれどもあの去年みたいにもし重点テーマとして挙げられるならばこういうのは重点テーマにしていただいたらいいのかなというふうに思って発言をいたしました。去年要するにそういうのをあの採択したかったということもありましてこれは進めていただく方がいいのではないかなと私は思いました。 あの中村先生おっしゃるまさにその通りで去年の例を私先ほども出しましたけどやはりあの初めてのこのテーマの中で「単純明アルファ」でそれはあのまさに各,あの各種もほとんど限定できるようなところであったわけですでそれについて従来の長い例えばラジウム216とかですねアメリシウムと同じようにしてはちょっと不合理ではないかというところがテーマだったので今年はそうではないんですということで少なくともまあ 例であっても単純に隠しとかですねそういうことではなくてもう少し分かるようなことでここにカッコで動物のって書いてあるんですけれどもあのそれはもうえともしも例ならばそこをもっと具体的に書いてもいいかなというふうに思います別紙でもいいいと思いますはいまああの今年度のですね確かに書き方がむしろ特異的であったのかなという感じがします。 あの相当重点テーマというのを限定的に設定したでそれはある意味規制庁側としてそれが金の課題であるという認識があったのでそこまで特定できたわけですけれどもで一通りまりそれで具体的な研究がスタートして。 じゃあ残る課題は何かと、まあ、もちろんたくさんあるんですけれどもそうすると今度はあまりにもこうスペシフィックにしてしまうとですね、えー、かえってこう必要なものを排除してしまうんじゃないかということでもう少し大くくりにする必要があるだろうというのがまあ今回の提案なんですよね。ですから、えー、重点テーマとしては今年度に比べると相当大くくりになっているんですけれどもそれでも。 やはり我々としてこうニーズはこういうところにあるというところがあるのでそれをまあ例として提示しているただ他のものを排除するものではありませんだからその辺のニュアンスを正確に伝えるためにまあどうすればいいのかこれを本当にこういう例としてえタイトルをリストアップしてしまうというのがいいのかそれとももうちょっとふわっと書くのがいいのか本間先生。 私が今までやってきたまあ安全研究の例で言うとですねここまでスペシフィックに書かれるとですねあのやっぱりよくないですねそこに引っ張られちゃうからだからまあ,ある意味例よりもまあ領域的なところで書いてもらった方がやりやすいんじゃないかなと思いますねあの応募する側の人が。もちろんこのスペシフィックなやつを あの狙ってる人はこれの方がいいかもしれないですけどね。あ,あ、佐藤さん、どうぞ。あの、私から申し上げるのは、あの内容に関する本質的なことではなくて、むしろその若干役所の都合的なところがあを補足しておいた方がいいかなと思ったんですけれども、あの昨年度の違いとして、あの今年少し。 あの議論を少し前倒しに期間をしている関係であの現在ちょうど役所の方で予算来年度の予算要求の同時並行でやっておりましてあのまあ数がスペシフィックに書くことによって数がたくさん増えてくるとあの来年度の予算次第であの選定の選び方が少し複雑になるかもしれないとなるとあの個人的にはどちらかというとあの重要な われわれのものが提案として上がってくるようにしつつ、あのその中でのテーマとしては、多少あの抽象的で、ただ必要なものが出てくるというふうに書いておいたほうがまあ安全なのかなと思います、ちょっと本質的ではないですけれども、一応補足として述べさせていただきますあの今の点もです、ね、えーまあ、これは役所の都合と言われればそうなんですけれども。<laughs> 結構重要な点で例えばそのこの RI の合理的な管理のところでね先ほど来飛散率とかいうことが話題になってますけれども特定の各種の特定の使用形態の飛散率を徹底的に極めますと言われてもですねそれだけでは話が済まないわけですよね。 どれだけ一般化できるかというところが重要なので我々としてはまあじゃあ,ある新しいアプローチを取ることでですね全体的に合理性が追求できるよということであればそういうテーマは積極的に取りたいと思うんですが本当に特定のものだけを極めるというのは逆に取りにくいだからそういったテーマはむしろこう排除したいというのは本音なんですね。だからそういった そういった前提も踏まえて、えー、募集要項どう書きますかね、はい、あの今、いただいた意見を踏まえると、おそらくそのまさにあのくっきり書くべきところと、それから例、ま、示、あ、するのは例示しなきゃいけないし、他方、排除しすぎてもいけないってことですね、まあ、とにかくその求められているファンクションをはあの今、大体合意できたと思っているので、それを書くには、うん、多分3つあって。1つは あのこれ自体の書きぶりを例示するか文書にするかっていう当然もあるし多分きっとあの去年との違いとかそういうこれがどんどん進化してるんだということも含めて少し背景を少し説明して差し上げるのがよかろうと思います。それかかからあとはとは、ね、説明会なんかをうまく組み合わせて あればいいいかと思いますのであの公文要領の書きぶりそのものの書きぶりとその前に書く前段のところの文章の書きぶりをまず工夫するのとそれから、はい、QA や説明会を上手に組み合わせるということで対応できたらなと思いますけども、まあ、どうにか今ので頑張ってあとは作文してみてちょっと見,見た目がどうかって問題になるかと最後は思うんですけどそんな感じで進めていきたいと思いますがいかがでしょうか。じゃあその辺はあの 行政官のスキルをフルに発揮していただいてそのようにするということでよろしいですかはい、えー、とそれではですね、えー、30年度の重点テーマに関しては、まあ、こういった大くくりの2つのものを設けてでもちろんそれ以外にもあのあ本間先生何かかありますかどうぞ個別に発言したかったんですがそれはあの2のの方括弧2の方なんですがこれ 私まあ事前にあのちょっと資料見せていただいたんですけれどもあのその時コメントするのを忘れたんですがあの表題のところにあの公衆防護にちょっと限定しすぎちゃったっていうのがです、ね、あのやっぱりあの福島号ですね、まあ、もちろんその作業者といってもオンサイトだけじゃなくて、まあ、こ今回まあ広くレスポンダーという領域が広がってますから。 あのそこも排除しないようなあのネーミングに今ちょっと配慮していただければなというふうに思いますつまりそれはオンサイトではなくてオフサイトの一般講習プラスまあ例えば消防であったり警察であったりというそのリスポンダーまで含めてテーマを設定すべきだということでしょうかまあオンサイトも排除しなくてもいいんですけれどもやっぱりまああの作業者 講習あのやっぱり人の防護という観点からやっぱりあの特にそうしますとポイントとしてはあの今本間先生おっしゃったその人の防護ということですよね、えー、人の占領評価であり、えー、人の、まあ、医療措置が必要であれば医療でありというとにかく人を守るための、まあ、実践的な研究という。 事務局そそううういいことででよよろししすすか、はい、あの,そのようにします、まあ、ちょっとまた個別にご相談させてもらいたいと思いますけど、はい、ちょっと多分講習って書いたときの捉え方はなんかなんか多分人によって少し違ったりしてると思うので、その辺も含めて分かりました、行政の実務を預かる身としては、ですね、まああのー、私が前回発言して、こう資料のあちらにも載ってますけども、 まあ、いわゆる確かにこう公衆防護にあの例えば愛玩動物が入るのかっていうのはまあいろいろと問題大きいかと思います、まああのそこのところはまあ強いて申し上げると、まあ、公衆を外していただけると一番 あの少し間口広がるのかなと、まあ、要はあの、まあ、いろいろ意見あると思います、あの愛玩動物に対するです、ね、まあ、そこに対しての,その、まあ、アプローチの仕方としてです、ね、一つこう,こういった調査研究というのも一つありうるのかなという意味においてはあの、ここで排除するというのも、それだけの理由があるのかなというので、ちょっと意見させていただきました。 そうしたらもうあれですかねあの原子力災害時における放射線防護の実践力向上という感じでいけば包括的でよろしいかと思いますどうですかがままそれでもちょっと今度広がりすぎてしまうイメージがあるのであればですが放射線防護ということは多分人によって少しまた捉え方がれ方が 結構スコープが違ったりします、ね、なかなか口臭とか防護とかその辺のスコープの違いがちょっと大きいように気もしてるんですけどどうしましょうあまりここで格論的に議論するかあとはちょっと引き取らせてもらってどうにかするかと思ってるんですけども多分その言葉の問題を議論しだすとですね、えー、堂々巡りになっていって、まあ、あの今寺谷さんおっしゃったように、えー、放射線防護っていった時にイメージするものが人によって違うしさらに被爆医療なんていったらもっと違っちゃうので、えー、大事なことはその。 誤解を生じないようにすることだと思いますだからあの含まれるべきものが何か上がってこなかったりとかですねあるいは的外れなものが来たりということのないようにするということですのでだから今ここでおそらくコンセンサスが得られたのは、まあ、原子力災害時の対応に関するプラクティカルな研究であるということとお、まあ、環境中のどうのこうのということではなくて、えー、人の 防護、人を守るということに関して、えー、何が必要か何ができるかというところを、まあ、重点テーマとして設定したいということでしょうかね。よろしいですか。あのあのペットもまあきっと動物というよりは、まあ、人よりのあれですよ、ね、扱いをしてるからペットを愛玩動物と呼ぶわけであってできっとまあそれも含めてあの誤解が生じないように書きます説明します。 いやまあその愛玩動物をどう捉えるかっていうのはそれはま,あまた難しい議論なんですけれどもただ、その愛玩動物のことがですね全く考えられていないがためにですね防護措置、避難とかに支障をきたしてしまうとかそういうことになるとそれはよくないのでそういう枠組みの中でもし必要ならば当然そういう検討も行うべきだろうということですね。 いいでしょうかは,いではえー、そういうことにさせていただいて、えーまあ、ちょっと表現はあさらにブラッシュアップする必要がありますけれどもこの2つの重点テーマを次年度設定した上で、えーまあ、募集をかけたいと思いますがあ相当作文が必要になります。でえー、そのの作文したものは 改めてこの会議を開いてということではなくて、えー、事前に、えー、委員の皆さんにはお目通しいただいて、えー、ご了解いただくという手続きになりますかはいあのそのように進めさせていただけるのであれば、そのように進めたいと思いますが、よろしいですかあのちょっと時間的にです、ね、改めてまた会議を招集してということになると、厳しいので、申し訳ないのですが、そういう進め方でよろしいでしょうか。 はい、ではそのようにさせていただきますで本日用意しました議題は以上ですけれどもじゃあ今の点も踏まえて今後のスケジュールをちょっと確認したいと思うんですが、えーまあ、今日重点テーマをここで一応内諾を得られて。 で実際にこれを最終決定するのは原子力規制委員会の席ということになります。だから段取りとしてはその募集要項の案も含めて事務局の方で作って、でそれを各先生方にご確認いただいて、でそれをベースにして原子力規制委員会で議論をして最終的に合算を出すということになるかと思います。でそれとあとその。 今年度始めてですねいろいろ運用面でその改善すべきことなんかも出てきているんじゃないかと思いますがあそれを踏まえてもう少し具体的なスケジュールを事務局からら説明してもらえますか、はい、まずはスケジュールに関しましては参考資料2位をご覧くださいこちらは前回9月12日の,この研究推進委員会でお出しさせていただいたものでした。今番員からあのご説明いただいたただように まず当面、この12ヶ月の進め方に関しましてはこの具体的なスケジュールのところの9月12日のところで10月上旬めどにまさにこの重点テーマの策定をし10月中に原子力規制委員会で重点テーマを設定するということになります。 でさらにその平成30年年を明けてからどうするかなんですがあの他の研究事業と横並びということもありますので1月めどに公募を開始し4月にはもう4月から研究事業をまあ開始できるようにしたいということですでそのためにはそあのまさにあの今年度は予算成立すべて終わってからすべて始めたのですが4月1日からこのように研究事業が皆様方研究者にとって始められるように公募された契約手続きをどんどん前倒しで実施していきたいと思っております。 まあ、合わせてですねでに採択さ、こぼ予報自体は、まあ、当然、今回の重点テーマのことも含めますし、あのいくつか、会計手続き上の実現や修正を行って、より,やり使いやすくするであるとか、まあ、それからあのもしかしたらあの皆さんが意見がいただくかもしれませんが、あの研究者の重複応募のことなども少し踏まえて、何かやっていけたらなというふうに今、考えているところでございます。ですのでよろししいでしょうか えっと何かか確認事項ございますかまあ今ちょっとあの説明がありましたけれどもえ今年度の募集に関しては特にその重複の応募は何も言わなかったんですねですから実際あの重点テーマとネットワークで重複で採択された方がいるんですけれどもまあそれは全く経路が違うので特に問題はなかったかと思いますがまあ次年度からはやはりその 同じ研究者がですね、えー、複数のテーマについて特に代表者で、えー、まあ採択されるというのはやはり良くないだろうと思いますので、まあそのあたりにあの制限をかけていくべきかというそういう趣旨ですよね。はい。えっ、ー、と本日の議論は以上ですけれども何かございますでしょうか。よろしいですか。はい。でそうしましたらえっ、ー、と次回の委員会のスケジュールとかはどうなりますかね。 えと次回の推進委員会につきましては、まあ、年明けに、まあ、つまり来年度の公募を実施した後に採択に関する議論をしていただければと思いますそれから今年度採択している事業の継続について議論を行うことを予定しています合わ、まあ、せて我々われはこの委員会ではない、まあ、評価委員会ともやらなければいけませんがそのあたりの兼ね合いもございます、まあ、詳細につきましてはまた別途委員の皆様にご連絡いたしますが年明け目ドにやりたいと考えているというところでございます あのこの委員の先生方の任期っていうのはどうなってるんですかねあ,ああ、そうかそうか、えっとえっと、すみません、ちょっとすみません、手元に資料があれですが、えっと一年間にしていたはずですですから、あの一、はい、年間ですね、すみません、ちょっと申し訳ないですあの、手元に資料はないんですが、そのよう,うになっっておりますえっとつまり、とりあえず今年度終了するまで。 でえー、その後更新はありうるということでよろしいんでまた私としましては、あの特段の皆さんの委員の先生方がこのま,までやっていただければ、そのままやっていただきたいという気持ちがありますが、あとは事務的な手続きをしていくということになるかと思いますただ、その前提として、委、え、員、ー、の先生方がこの研究課題に応募しないという前提があるわけですよね。 ですよね。だからももしも、えー、いや私は応募したいということであると、当然そこはまた考え直さなければいけない。あのその通りでございます。ということですので、あの別にあにプレッシャーをかけているわけではないんですけれども、あのそのようにあのご理解いただければと思います。えー、では本日は、えー、これで終了したいと思います。えー、委員の皆様におかれましては、えー、活発なご意見ありがとうございました。